どうもこんにちは。今回はですね、棚作りに挑戦してみたいなと思います。とりあえずですね、材料買ってきたんですけども、こんな感じで組めればいいなと。サイズなんですけども、この木とこの木のね、サイズが微妙にね違うんですよ。違うので、まずボンドで留めていって、ネジで留めるという感じにしましょうか。天板をこれにしようと思いますので、大体同じぐらいの厚さがあればいいかな。今回使ってるコードレスの電動ドライバーですけれども、こっちが今回す方なんですけれども、こう緩める方にももちろんできます。でさっきね見て分かった通り、これを回してる間は LED がついてくれます。なので結構ね手元も明るくなってますよ。中に入ってるアダプターはこんな感じ、これがプラスドライバーで、この辺がマイナスドライバーと。であとね、嬉しいのはこの六角レンチもあります。充電の仕方はですね、こちらです。マイクロ USB がついてます。マイクロ USB からの充電になるので、スマホの充電器があれば充電できると思ってもらったらいいと思います。マイクロ USB のケーブルは持ってるけど、 USB ケーブルを持ってないって方は結構いらっしゃると思うので、僕もそうなんですけど、マイクロ USB っていうのはいいですよね。そろそろ乾いたかな。はい、じゃあ今度こっちに打っていきましょうか。こんな感じでですね、足の部分が2つできました。もうこれでおしまいです。あとは板を合わせるだけなので、早速やってみましょう。もうね、すごくやりたいことはシンプルで、こうやって今度こっちをこうやる。お、サイズが合わないか。はい、こんな感じですね。